BTU アニメラボー、よいしょー。リバットモンガイです。小林ひろきです。ゼブライン松井です。また山下です。お願いします。この放送は大風写真館と秋葉プロデュースバイガイナックスのスタジオからお送りしています。はい、というわけで活劇刀剣乱舞の感想を話していきたいと思います。はい、今回もまた任務に出された第二部隊が、歴史を変えないために戦うよっていう話で最後に鶴丸が来たよっていう話でした。ね、したね、満を持してたんがすごかったね。来てやったぜ、まあ、ヤゲン君が結構やられてたから死んじゃうかな、大丈夫かなっていうのと、あとなんかでっけえ刀持った敵が出てきて、トンボ切りさんが大丈夫かなっていうのと、江戸時代に来れたから黒糖の大福が食べたいって言ってるトンボ切りさんが可愛いなっていう回でしたけれども、何か他にある人かいつまんだね、3点ポイントかいつまんだ。そうね、次回送ったけどね、って強さと敵の強さがある、そんな感じなんだって見てて、敵の種類もああいう感じであるのね、うん、こいつはやべえぜっていうボスキャラみたいなのはそうなんだって思ったら、ほんとバカな感じを見てて、猿感強かったね、なんかゴリラ感というか、王たちね、たまに何度か走り行かせないように出てくるけど、そうなんだ、そうそうそう、なんか勝手にめっちゃ強い人たちだと思ってたから、でもあ、そういうのもあるんだ、やべえぞっていう感じなんだな。確かにね、レベルがほら、まあ、まあ、育てない。なるほどね、最近始めたのがあるじゃん。第二部隊だから。そうか、育ててる途中かもしれない。なるほどね。なるほど、納得しました。疑問解決。でもね、その王たちの敵の方がなんか、その、なんか、あれもなんか、ちゃんとしてる方なのかなみたいな。わかんない。わかんないけど。向こう側みたいな。へーって言われても。存在感がある感じだった。王たち。大太刀なんて、だって戦国時代じゃねえや以降は使ってないじゃないですか、そんなに。だってもう飾り物だね、その平和になってるからさ、江戸時代って戦国時代代表じゃないんで分かんないですけど、江戸時代だって分かんない。剣心の知識だったらいたプロ剣心だと、なんかあのマシンガンみたいなの持ってるそうで、ね、ザンバ刀もザンバ刀があるからな、もう何でもありになっちゃうな。じゃあザンバ刀のカムスじゃねえや、刀剣たちがやってきたらすげえ強いんじゃないですか。そうね、まあ十本刀とかも、まあ、喧嘩の炎を出すやつもいるしな。十本刀ね、ちゃうとな、強いわ。強い、あれのもう刀剣男子はやばいよ。じゃあグレンカイナできる刀剣男子でできたらすごい強いんじゃないですか。とんでもないことになるのかな。違う、大丈夫、違うアニメの話だから。え、違うんですか。幕末なのに。幕末だけどね。おろ今はまだ幕末、おろって言ってるやつ嫌でしょ、今のところ。おろろろだと入ってるから、おろろろギロ入ってる、おろろろろギロ入ってる、入ってる。おかしいな、勝海舟出てきたのに。そうよ、勝海舟を助けるって話だよね。勝海舟を助けるっていうか、まあ歴史を邪魔する、そうね。あの派手な動きするんだね。ね、なんだっけ、交渉の場を飛ばしちゃえ、はい、ああ、ね、大砲で撃っちゃえって外から。いいね、粗雑な作戦がいいね、大胆でね、大胆に技を合わせた。テロだもんな、あれは。勝海舟ぶち殺せばおしまいみたいなとこありますからね。そうだね、もう国を明け渡す先がいなくなるけどね。再生崩壊か、へえ、そうなんだっけ。この助が優秀だなっていうのを毎回思うだけなんだけど、今回だけちょっと可愛い時計足んないって。ああ、時計ね、可愛かったね。時計も出すよ。そうそう、あんなに自慢げにね。時計で思い出したよ。土方さんの写真のモノマネしてるのがちょっと可愛かったな。ああ、土方さん、もうちょっと猫背だったのつって。ちょっと土方さんで調べると出てくる、あのちょっとこういう写真あるね。大好きだからな、土方さんのことな。それが見られてるっていう、恥ずかしい。自撮りに見えちゃった。ああ、そうか。ああ、そういう感覚か。好きなアイドルの真似してるところを見られたみたいな、ね。部屋でタッコスしてるところを見られちゃった。ああ、恥ずかしいときもあるしね、人生において。残してくれないかわかんないから、時計だけだから。っていうね。確かに。ヤゲン君が結構なんか、キレッキレでしたね、でも、最後やれるところまで。なんか、最初とだいぶ変わったね、人間味あふれる。何回仲良くなったのかな。トゲがなくなってきたから。休みの日、休みが3日くらいあったから。その間にアンミスダンクイーンしたのかな、みんなで。まあ前回の時に
だいぶ打ち解けてたからね。ああ、そうね。うん。はい。そんな感じかな。まあ、鶴丸が出てきて、多分次の週は決着がつくのかなっていう感じで、ずっとこういう感じで進んでいくのかなっていう、なんかどうなんだろうなっていう。誰かが満を持して登場。でも今回、幕末まで行っちゃったから、その次は戻るんじゃないですか、ちょっと。ああ、そうね。時代的にね。戻ったところで一緒じゃん。まあな。話はね。任せたら。丸の時最後はあれだもんね。織田信長の、ね、確か。まあそうっすね。安土桃山の最後だもんね。花丸見たくなってきちゃったな。こんなことした方が。まあまあわかる。今はずっと元気してた。でもあれぐらい。どうなんだろう。おバカなお話のから、東京南部に何を求めてたかで言うと、このことが見たい人はね、なんかね、ピリピリしたのが好きだったらね、あの五稜郭、函館まで行ってるし、ね、ああ、いい、そう、土方行ってるから、そこでもありえるのか。うん、函館まで行って、五稜郭で土方さんが最後に戦ってる戊辰戦争のところもちょっと参加してほしいですね。北海道で。でもあそこ、ね、なんかあっても別に歴史変わんねえからな、ぶっちゃけ。あそこまで行っちゃうと。土方さんが何百人に勝つっていう一人で。ぐらいあればあり得る。モテ君、はい、なんかアイルの話でゴールデンカムイでしょ。違う、それやべえクマだ。金のやつでしょ。違う、金を探すために入れずに貼るっていう。違う、土方さんの話でしょ。違う、土方さんそんな話しねえわ。やってんじゃん。北海道で、ね、最後、土方さんの最後ね、有名な最後ですよ。そう、剣術を教えてたんでしょ、なんか警察署で。みんな新選組好きだねっていう感じがする ね, ね, ちょっと銀手間しか分かってないから、ベースがずっと都市のイメージ。いいよって、もうそんなに新選組ばっかり、なんか新選組の話やれよだったら。あ新選組が外れないよ。新選組の話はやってないのか、その時代の話なだけで。まあまあ勝海舟にしてもそうね。新選組の刀だけ集めて新選組の話やれよって思うけど、もう花丸が見たい。やだ、もうやだ、なんか。もうみんなでキャッキャキャッキャやってる話が見たいよ。物々交換の話を見たいよ。物々交換の話が見たい。みんなで料理歌いながら作る話を思い出した。あれも良かったね。うどんがなんか作ってたよね。あれも良かった、確かに。いや、急にそっちに温度戻ってったら面白いけどな。サニワの金使う話見てえな。アマゾン見てえな、その体で積んだよな。いいやつもいいな。あー、友達の話みたいな話になってた。という感じで、科捜研ラブの感想でした。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。